はい、こんにちは、タートルです。最近マッスルアップが3回できました。タートルです。いや、今回はですね、よくねお腹に貼るブルブルっとするやつがねありますよね。まあシックスパッドとかなんか EMS とかね言ったりするんですが、あれにね頼って腹筋がつくと思ってる人、これはねまだ大間違いありまして、今回はまあ同じようにね上半身はじっとしてるんだけど腹筋が鍛えられる方法紹介します。まずね椅子を用意してもらって、この椅子にですねちょっと浅く腰掛けて寝ます。もしねここに壁があるんだったら、まあ、壁に頭つけてもいいです。この状態で足をねバタバタするだけ、もうこれだけ、もうスマホいじりながら足をねあんま大きく振らなくってもいいんで、床からこの椅子の高さぐらいまで、これをねパタ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 と動かすだけです。まあ確かに足動かすんで、まあじっとしてねお腹に張ってブルブルさすよりはちょっとね動かなきゃいけないんだけど、それでも頭動かなくていいし足動かすだけなんで、まあなんかね、まあ本見ながらとか、あとはスマホいじりながら、まあ、ぼちぼちこれバタバタさして休むと、また携帯見ちゃうね、あ時間経ったなと、また動かすと、こういった感じでですね、まあ、この足バタバタさすのでもお腹触ってもらったら分かると思うんですが、割とね割とお腹に力入ってるんで、寝っ転がってブルブルさす分よりははるかにねこっちの方が腹筋には負荷があるんでね、これでぜひやってみてください。腰が痛い人とか、あとは首がこうね普通の腹筋すると首が痛い人とか、ああいう人にもねこれおすすめなんで、まあ、大体時間とか見ながら、まあ、1分とかぼーっとこうやってね、まあ、なんか考えながらこうやって、今日も一日疲れたなーとか考えながらぼちぼち足動かしたらですね結構腹筋効いてきますんで、ぜひねやってみてください。今日はシックスパッドや EMS よりも効く簡単なながら腹筋でした。今日もご視聴ありがとうございました。こういった動画も押してよとかね、なんかコメントがあればぜひね参考にさせてもらって作るんで、ぜひぜひコメントと、そしてグッドとかバッドとか、まあバッドいらんな、グッドぜひね押してもらって、まあいろいろ拡散してもらえたらタートル喜びます。ありがとうございました。Thank you.